はいどうもキラです。今回は12月6日に行われるメンテナンス内容をまとめていこうと思います。新しいピックアップや皆さんが待ち望んでいた復刻ガチャなどもありますので、しっかりまとめていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。まずメンテナンスの時間ですが、12月の6日昼の11時から17時前後までと短めのメンテナンスになっております。で今回なんですけど、メンテナンス後になるべく AP を使えるように調整した方がいいと思います。というのも後で紹介するんですが、この特殊作戦デカグラマトン編が今まで通りで言うと AP を使用した分だけこのデカグラマトン編で使えるチケットのようなものがもらえるシステムになってまして、このデカグラマトン編がメンテナンス後に開催されることから、メンテナンス後に AP を使った方がお得ということですね。このデカグラマトン編では大パーツなどもたくさん手に入りますので、なるべくたくさん回りたいので、可能な限りね AP は残しておいた方がいいと思います。メンテナンス終わりが17時なので、本日の17時以降にカフェを受け取って、カフェは24時間で満タンになりますので、そのままメンテ明けまで受け取らずにメンテ明けを迎える、そして AP を使うのが一番いいと思います。 AP の自然回復は1時間につき10回復しますので、そこも調整するといいですね。 AP の消化は任務や特別依頼で消化すれば OK なので、当日は特別依頼の2倍がやってますのでちょうどいいですね。ちょっとメンテナンスの延長とかがあったら溢れてしまうかもしれませんが、基本的には17時以降に AP を取っておくように私はやろうと思ってます。よければ参考にしてください。はい、それではガチャに行きましょう。心躍る予想の可能性、エイミかっこ水着のピックアップとなります。冬に水着というね、もう背景も氷山なんですけども、氷の大地で水着どれだけ暑がりなんでしょうか。体温50度ぐらいありそうですね。メモリアルロビーもめちゃくちゃ可愛いので今から引くのが楽しみです。あ、当然出るまで引きますので、当日は出るまでガチャ配信ぜひお付き合いください。そして大歓喜の方も多いんじゃないでしょうか。ひまりの復刻ピックアップになります。ぶっちぎりナンバーワンで持っておいた方がいいキャラクターなので、持ってない方はね間違いなく引いた方がいいです。今持っておかないとかなり後悔すると思います。この2人のピックアップは12月の6日メンテナンス後から12月13日水曜日の10時59分まで1週間のピックアップとなります。当然今回も200で天井になりまして、どちらも選ぶことができますので、エイミの性能が良ければ今回のピックアップはかなり美味しいピックアップになりますね。特にひまりを持っていない方は必ず回しましょう。髪型がポニーテールのエイミも可愛いですね。どこがとは言いませんが、でかすぎて固定資産税がかかりそう。はい、そして特殊作戦デカグラマトン編が開催されます。期間は12月の6日メンテナンス後から12月の20日10時59分までとなっております。先ほども言いましたし、前回の動画でデカグラマトン編はどんなイベントなのか解説した動画もありますので、詳しくはそちらを見ていただければと思いますが、 AP を使うイベントではありません。ただ大パーツなどももらえる非常に美味しいイベントになっておりますので、毎日チケットをもらい忘れないようにミッションを必ずチェックしましょう。 AP を使った分だけミッションがクリアされていってチケットが手に入ります。そしてメンテ明けに突破演習が始まります。こちらはメンテナンス後から12月13日の水曜日3時59分まで。そして今回の突破演習のルールですが、突破演習はこのカカシを回復することで相手に非ダメージアップのデバフをかけることができて、ヒーラーが必要な行動火力演習になってます。で今回は屋内戦の敵が重装甲なので貫通タイプが有利。フェーズ3からの特殊ルールでカカシの HP が1秒ごとに減少していくという内容があります。回復した後すぐに倒す必要がありそうですね。あとは舞台にサポーター、アタッカー、タンク、ヒーラー、タクティカルサポートをそれぞれ1名以上編成するとコストの回復速度が増加するという内容があります。いつもねこういう条件付きでコストの回復速度が増加する系のギミックなんですけど、かなり上がりますので、これは遵守して戦った方が良さそうな気がしますね。こちらも開催されましたら動画にしようと思います。はい、そしてカグモーションが追加されます。エイミ水着のアイスプールですね。めちゃくちゃ冷たいんでしょうね。もう見てるだけで鳥肌が立ちます。家具のデザインも良くてペンギンも可愛いので、この家具普通に欲しいですね。ただ今回はどこで手に入るっていうのが書いておらず、いつもはイベントとかでね手に入るんですけど、今回はジェネレートに追加されただけかもしれませんね。家具ボックスで手に入れるしかないかもしれません。
そしてドロップ量2倍キャンペーンが始まります。今回のデカグラマトン編の前半に関しては12月の6日から12月の13日の特別依頼がありますね。12月の13日から12月の20日まではスケジュールと学園交流会だけになりますので、ここで何か AP を使うイベントが開催されるんでしょうか。非常に気になりますね。はい、そして時期は変わりますが大決戦ゴズが開催されます。ゴズ、お前船降りろ。期間は12月の13日11時からメンテナンスの1週間後ですね、12月の20日3時59分まで。そして今回、トーメントが解放される防御タイプは重装甲となります。あ、つまりミカいけるかってことですね。今回ゴズの視認性は上がるんでしょうか。そこが非常に気になります。そして戦場のバニーチェイサーが常設イベント化されます。これはメンテナンスの2週間後の12月の20日11時から常設化という感じですね。おそらく限定キャラクターであるネル、カリン、工場キャラクターのアカネ、アスナ、この4人が復刻開催されるものだと思われます。ただ願望を言えばこの機に小雪のバニーも実装してほしいですよね。 3D モデルとかも存在するので実装全然できると思うんで、まあ、個人的にめちゃくちゃ好きなんでもう本当に実装してほしいんですけど、20日にはこういったガチャが来るかもしれませんので皆さん震えて待ちましょう。以上がメンテナンス内容となります。はい、ということで12月の6日に行われるメンテナンス内容をまとめていきました。AP を間違って使わないように調整するのをおすすめします。いやでもエイミーめちゃくちゃ可愛いですね。もう本当に早く引きたくてしょうがないです。メモリアルロビーも気になりますし、おそらくこの氷山にいるのもねデカグラマトン編のストーリーに関係があることなんでしょうね。ということで今回はこの辺で、いつも高評価やコメント動画の共有などありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。